何チャンネル。こちらのゲーム、クジラゲームオンラインをやっていこうかなと思います。これなんか最近ちょっと話題になってて、あのもちろんスイカゲームなりこの間と動画投稿した北海道ゲームなりっていうとこあるんですけど、なんか対戦できるらしいんでだからこの字体もさちょっと似せててちょっと笑っちゃうよね。まあやっていこうか。おお、レディなんかもう一瞬プレイ画面見えちゃってたけどね。はいはいはい。一応さ、ここにあるなんだろう、これも、え、これ、あ、そうか、下に行くほどでかくなるってことか。周りも南洋ハギかな、これクラゲ、わかんねえな、この辺の細かいのは。とりあえず落としてっかね。え、字体似てるよね。はいはい、かわいい。かわいいし、なんて言ったらいいんだろう。本家よりちっちゃい？本家とか言っちゃうとダメか。ちょっと SE があれだな。ちょっとビビッと聞こえるな。はい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 。いいよ。このさ、フリー SE みたいなの気になるよね。これよく聞く SE だよね。SE っていうか BGM だよね。はい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 。まあまあ、順当に。お、おお、はいはい。亀さんになったね。亀で、まあ大体半分ぐらいか。はいはいはい。はい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 。なんか、本家よりやっぱり幅が広く感じるのは、やっぱりそうなんだろうな。全然積み重ならないもん。横に広がって。はい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 。うん、結構何も考えずにプレイはしてるんだけど、進行状況どうだろう。あー、マンボウになった。いいね、マンボウになった。カニはここに固めて一気に、ちょっとそろそろ考えていかないとダメかもしれない。確かにね、形はでもさ、なんか、あ、そっか、本家は形丸なんだ。そうかそうか、丸だからか。でもこの間のなんだっけ、北海道ゲーム、あれは各都道府県がさ、だいぶ形がさ偏ってたから引っかかって落ちないみたいなのが結構あったけど、今回は割とまあ言っても、丸といえば丸に近いかな。そろそろちょっとまずい感じになってきたね。なんか転がらない感じはあるね。あんまり転がってくれない。いい意味でも悪い意味でも。ここに入れて、なんか一個一個がすごい重たい。転がるっていうよりかは下にがっつり沈むっていう印象。なんか勝手に動くのやめて、マウス。怖いな、誰か操作してる？はいはい、いいよ。クラゲ、あ、いいねいいねいいね。ただちょっと雲行きは怪しいね、これどうしようどうしようっていう感じ。はいはいはい。ちょっと困ったな、これどうしよっかな。これでカニでしょ？あ、でもいいか。ここで、そこでくっついてくれたらいいんだけど。おー、来たー！これジンベエザメか。ジンベエザメの先はなんだ？ジンベエザメさ、ちっちゃくない？なんか。サイズ、思ったよりもちっちゃいな。マンボウとさ、比較してもさ、マンボウの方がまだでかいまであるよ、これ。まあ、横幅はさ、そらジンベエザメの方があるけど、マンボウってこんなでかいの？ね、可愛いよね、このジンベエザメ。ちなみにマンボウって、まあ、もちろんあの結構ネタにされてるのもあって、ご存知の方はいるかもしれないんですけど、結構ね大変な生き物らしくて、水族館にもあんまりいないんだよね。名古屋の水族館にいるのは知ってるけど、あんまり見ないから、もし行けるんであれば名古屋の水族館おすすめです。
はい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 。だから普通にさ、このペースいったらクリアできそうというか、クジラまでいけそうな感じあるよね。ちょっとだけ積んできたのはあるけど、にしても下の方にさ、やっぱ 重みが結構あるからさ、本家みたいにポーンって上に飛ばないから、はいはいはい、ちゃんとねこう行ってくれるのはあるよね。はい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 、来てる来てる来てる。これジンベエだね、落とそっか。ジンベエをなんとか落としたい。来たー、イルカか。なんだろうと思ったらイルカも可愛いな。イルカちょっと形がね、いびつだね。いや、この調子いったら普通にできるんちゃう。よしよし、いいよ。これ橋はさ、マリモ、マリモだ、マリモか、マリモ専用にしよう。マリオ橋、マリモを橋に寄せてちょっと不要なものを消していきたい。はい、来たー。押し込めんのいいな。はいはいはい、左側にカニあるからさ、カニの手前ってあれか、ピンクのやつでね。どうしたもんかな。カニ一回、カニ落としてみるか、ワンチャンいけそうな気もする。で落としてカニの手前、あーそっちに行っちゃうか。まあそれはそれで困ったような気もしない。まあいっかいっか、クラゲ落ちちゃったけど、クラゲはクラゲでいいか。あそこはあそこでね、組み立てていけばいいんだもんね。ちょっと、あーいいね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 。結構整理されてきたよ。はい、でここでクラゲを端に落とそう。落としたけど、どうしよう。なんか左が行き詰まってるな。カニ、カニ作ればさ、あーいいねいいね、落ちた、落ちてくれた。カニはこっち入れて、そろそろちょっと考えないとまずそうな気もしてきた。カニ、どうしよう。クラゲ、クラゲクラゲで、カニでしょ。これカニを真ん中に入れて、お、いいよいいよ、いいね。どうしたのかな。ここにカニもちょっと処理しよう。オッケーオッケー、マンボウできた。はい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 、これなんだよな。ここをどうしよう。ちょっと詰まってきてるな。いいね、できちゃった。待ってできちゃったんだけど。え、え、ちょっと待ってちょっと待って、あのさ、まああれ、 あのさ、まあまあいいか。これできたらさ、できた後の目標は何なのこれこのゲーム。ちょっとさ、もう早いけど、若干やる気を失ってきてるんだけど、これどうすればいいのこの後。もうさ、積み重ねてこうハイスコア目指すっていうのはあるかもしんないけどさ、やっぱ対戦やんないとダメなのかな。あまりにも早すぎるんだけど、終わりがちょっとイージーすぎないか。ちょっとどうしよう。でもとりあえず行けるとこまで行く行くっつってもな。もうじゃあクジラもう一匹頑張って作るの目指すか。そうだね、クジラをもう一匹目指そう。一応このあと2つほどゲーム用意してるんで、まだ全然いいんだけど、対戦ももしかしたらあるのかな。あの、知らない人と対戦みたいなできるんかな。できるんだったらそっちもやってみたいな。さすがにちょっともうほら、もう見てもう適当に置いてる感が出ちゃってるでしょ
はい。だってね、もうね、することないっつったらあれだけど、することないもんね、これ。早いって。どうしよう。積んできてる。あ、いいな。カニ。あ、できた気がする。あ、そうなんだ。じゃあちょっとやってみよう。ぜひ、やってみたい。今もう、ね、消化試合ぐらいしょうもないよ、今。しょうもないって言ったらあれだけど。やることねえもんだって、これ。じゃあ3000目指す。ちょっとだけ目標低くして、いや、それか、僕早めに切り上げていくか。いや、もう、いや、でもこれ一応連打で連打でさ、ちょっと もうちょっとテンポアップして、ダメになってもいいからガンガン行こう。んー、なんかいい感じできてる。あー、イルカできた。ちょっと待って、言葉に出して言うとあれだけど、早めに終わりたいんだよ俺。早く終わってさ、対戦行きたいんだけど、終わらない。連打するか。これ、スコア残すんだったら、ね、ちゃんと、うまくいっちゃってんだよな。ちゃんとなんか、終わりまで迎えないとダメだよね。おそらく。はいはいはい。重さがさ、一個一個の重さがあるから、だいぶ下に沈んでそのままうまくいくみたいなパターンが結構ある気はするね。お、終わりそう。終わりそう。はい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 。終わりそう。終わりそうなのに終わらない。あー、全然、あー終わらない。終わりたいのに。やばい、これは本当に終わらしに行こう。ちょっとカニとかも避けて。なんかさ、あの本家のスイカゲームでくっつかないように組み立てるみたいなプレイしてる人がいて、それ面白そうだなと思ったんだよね。終わらない。いいよ。終わりに近づいてきてる。終われー、終われー、終わらない、終われー、終わんない。あ、来たー、来たーってなんだ、来たーってなんだ。え、オンラインやってみようか。じゃあ、はいはい、ランダムマッチ。はいはい、プライベート部屋作る。へえ、いろいろあるね。プレイヤー ID みたいなのもあるし。これ楽しいな。とりあえずランダムマッチ。かわいい。適当に作ってんな。何やのって。お、ヒデさん、対戦よろしくお願いします。おー。でもさっきの、一戦で分かったのは、重さがあるから、結構適当に積んでってもいいってことね。いや、早いわ、相手。ほら。ちょっと早すぎない？なんか、重たい。連打でいいのか。いや、違うな、これ。置けるスピードというか、連打できる速度決まってるんだ。はい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 。ガンガン行こう。よ？これなんか、あれなのかな？相手にダメージみたいな、お邪魔みたいなのあるんかな？なんか、ダメージ来てるみたいな表現ある。来た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 ！はぁー！ぷよぷよみたい。なんかあるよね。あ、はい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 。この透明のやつは消してくんだ。消されちゃうと、ダメージが入って、あ、消されちゃうと、あれか、スコアが出づらくなるんだ。これ、よくないね。ガンガン。やばい。だいぶ消される。うわー！やってきてるー。いよいよ。なんか、
待って、ドロップ速度あ上げられても、急に急に上げられても困る。だから同じものをくっつけないと。あ、聞いた聞いた、いいよいいよ。これさ、このままペースでいこう。これ先を読まないといけない、難しいね。いいよ、細かい細かい奴らがいる。ちょっとこの辺消しちゃおう。いいよ、間に入れて。これこいつ消したいな。カニを右に置こう。お、消えてきた、ありがてえ。で、はいはいはい、まあ、下にあるやつはいいでしょう。もう、お、ドロップ連打速度アップ。いやこれさ、もう正直連打じゃないか、これ連打が強いんじゃない。はい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 。でも相手さ、ジンベエザメできてるからちょっと遅れてんだよね、そういう視点でいけば。やばい、相手ドロップ早くなってる。あ、来た来た来た。でもなんかおかげでおかげでうまくいってるかもある。クラゲちゃんとこう落として消して、カニカニで、やばいなー、どうしよう。カニ、やばい、間に、うん、カニを作んないとダメなのに。ナイムハギ、いいよ、連打、来た来た来た、来てる来てる。これちょっと困るな、急に来るからな。なんかエフェクト欲しいけどすごい、まずいな。来た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 、ジンベエまで来た、これはでかい。いいよ、くっついて、はいはい、いいよ。これ勝ってんのかこれ。あ、でも相手のさ、ジンベエあれだ、お邪魔ジンベエだ、勝ってるわ。あ、連続で消すと邪魔が入るんだ。だからさ、あれだね、ガンガンくっつけるっていうよりかは、あの適当に積んで一気になんかのタイミングで、うわめっちゃいってる一気になんかのタイミングで消える方がいいんだ。まさにぷよぷよ。まあそらそうか、こまめに消すよりも一気に消した方が強いって話ね。はいはいはい、いいよ。このゲーム楽しいな、いいね。これ対戦ってやっぱ楽しいんだな。うーん、しかもさ、あのぷよぷよとかだとさ、結構難易度高いでしょ。やれって、や、あの慣れてる人じゃないとなかなかぷよぷよもね、遊べないし。このゲームだってもうクリックしてるだけ、だけでもこれ初心者でもできるし。はいはい、なんかでもちょっと詰まってきてな、やばいな、なんかいろいろ来てる気がする。でもなんか相手の落としてくる、なんて言うんだろう、お邪魔がそんなに強くないんだよね。ほらほらほら、そんな強くないんだよな。やばい、連打しよう。これカニ消して、しかもこまめに結構処理できてんだよ、それが多分いいね。処理がこまめにできてるからそこまで困ってない。なんかマリモが大量に発生してるマリモ消さなきゃ。これ結構一戦長いな、勝ち負けはいつ。なんかさ、この左側のカメさんがさ、汗かいてんの、なんだろう、困ってますみたいな出てるよね。これなんだ、助けてってこと。なんかめっちゃ来てる、あー、え？でも消えただけか。やばい。な、いや、な、な、な。やばい。これ。いいよ。消えた、消えた。消せた。はぎ、なんか
なんかさ、敵のさ、ヒデさんの画面さ、もう全然物がなくなっちゃってんじゃん、もう行き過ぎて。あ、なんかすげえ行った。あー、これ相手死んだか。やったか、これやった気がする。あー、くっつきすぎ。すーごい、すごいことになってる。もう連打しよう、連打しよう。なんかでもいい感じに、あー、連打、連打助かる。積み重ねよう。でもこれ下の方結構まずくなってきてるから、なるべくくっつけに行こう。あ、倒した、ナイスー。いや、面白かった、これ面白いな。いや、面白い、これなんかあれだね、ランクとかそういうのがあったらより良いのかなって感じはあるね。うん、あくまでやっぱりスイカゲームの派生ゲーっていう感じなんで、まあそれ以上のことはないと。やっぱ値段相応っていうところあるけど、にしてもこれ楽しいな。うん、さっき言った通り、あのフレンドと一緒に遊んだりとかもより楽しそうではあるね。うん、はい、ということで、クジラゲームオンライン遊んでみましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり、これまでスイカゲーム、それから北海道ゲームと遊んできて、この落ち物系のゲームっていうのはやっぱりね、どんな感じでも面白いんだなっていうのは思ったことですね。あとこのゲームはやっぱり対戦もあって、そう後半すごい邪魔入ってたね。やっぱり相手を邪魔するみたいなのはやっぱりね、これまで落ちゲーム、ぷよぷよしかり、テトリスしかり、いろいろあったと思うけど、やっぱり定番ですし、どんな落ちゲーに入れてもやっぱ面白いね。というところで、はい、こちらのゲームについては以上とさせていただきます。アニチャンネル。